はい、こんにちは、マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、車検の話をちょっとしていきたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。車検ね、今回僕ね、3回目なんですね。アバルトに乗ってとうとう3回目です。もう7年目という、7年じゃない、8年目か。ということで、2014年12月に変わって、とうとう3回目となりました。まあ、まだまだ車検3回目というのは他の10万キロ20万キロ近く乗ってる方にとってはまだそんなもんかなんて思われるかもしれないですけどね、ちょっと僕の車検の時のかかった費用なんかとか、そうですね、車検の時にこれはちょっと注意しておいた方がいいかもねなんていうのがお伝えできたら、これからね、買おうとしてる方とか、これからアバルトで初車検とかドキドキしてる方とかね、そういった方にとってご参考になればなと思いますね。まずですね、1回目の車検は僕はディーラーで通したんですよ。で、その理由は3年経った時に4年目5年目でもしかしたら壊れ出すポイントがあるかもなと思って、で、ディーラーで車検通しておいた方がどこか壊れた時に、まあ、ディーラーで整備してたんだからっていうことで、まあ、いろんなね、何か融通が効くかなと思って出しました。でもまあ運がいいのか悪いのか分かんないですけど、4年目5年目に車が壊れるとかどこもなくて、結局そのまま、終わりました。で、1回目の車検の時じゃあいくらかかったかっていうと、だいたい16、7万ぐらいだったと思います。まあ整備代が結構ね、やっぱりディーラーさんだと時間も高いし、あとは整備内容もね、濃いのもあると思うので、まあそういった部分もあります。で、純の整備代だけでじゃあパーツどこどこ変えたかっていうのによって15万とか13万とかいろいろ変わってくるので、一概には言えないですけど、やっぱりアバルトの場合だけでなくて法定点検プラス車検整備になるといろいろね、時間もかかるし費用もかかるということで、まあ15万16万ぐらいかかっちゃうかもしれないですね。よく街中で1万円2万円で整備っていうのはもう僕が思うには必要最低限の本当車検通すためだけの整備で、アバルトを長く乗りたいとか思ってる方がいたら、そういう方はやっぱりきちんとディーラーとかで通す方が僕はいいんじゃないかなと思いますね。で、2回目の車検の時は僕はユーザー車検で通したんですけど、ユーザー車検だと当然安いですよね。当然整備代はないですし、法定点検の費用は除いて、そのいろんな支払いでこういったリストに基づいて払うわけですけど、まあ、それ5万なんぼですよね。まあ、それを車検っていう継続検査代だけなので、まあ、そんなもんなんですけど、それプラス当然費用が発生しないかって言ったら、ユーザー車検でもその当然発生しますよ。例えばオイル交換します、フィルター交換します、いろんなね、点検していけば、あ、ここ壊れそうだなって言ったらそこも交換しますってことで、まあ、僕は当然いろんなメンテナンスで乗っけてきてるのを見ていただくと分かると思うんですけど、いろいろパーツを交換してるのでそれなりにかかってますね。それは車検とは別ですけど、で、まあそういった金は置いといて、とりあえず車検だけ通すんだったらユーザー車検プラス、まあ民間の整備で点検だけすればプラス1万で、まあ7万ぐらいでお釣りが来るんじゃないかなと思います。今回3回目の車検もまた同じくユーザー車検なんですけど、今回は昨日おとといで点検は大体終わったんですけど、まあ点検のポイントで何かご参考になればなと思うところをお話します。まずアバルトで引っかかりやすいポイントは車高ですね。これは純正でもギリギリフロントが低い、この特にエンジンのアンダーパネルがすごく出てるので、検査によってはそこが引っかかる場合もあるらしいんですけど、まあ、純正だとその辺はなんとかギリギリ耐えてると思うんですけど、ロードアンスプリングで結構通らないって話を聞きますね。やっぱりロードアンスプリングだと、まあ、ちょっと落とすともうギリギリもうすぐ引っかかっちゃうので、フロント9センチ取れない、センターでね9センチ取れないっていうことにすぐなっちゃうので、そこは気をつけるポイントかなと思います。車高調だったらね、当然上げればいくらでも上がるのでそれは問題ないんですけど、ロードスプリングだとね、ちょっともし通らなかった時どうするんだろうって感じですよね。そうすると純正に戻すか、
車高調に変えるか、もう少しローダウンスプリングで高いものに変えるか、高さがね、まあ、その辺がシビアなとこかなと思いますね。次に、まあ、高さ以外で問題になるのがバルトの場合だと、そうですね、よく聞くのがやっぱりヘッドライトの光軸、これは、まあ、特に平行なんかだとまず通らないとかね、いろんなポイントがあるので、光軸はカットラインとか、あとはまあその変えたバルブによってもカットライン変わってくるかもしれないし、その辺は気をつけるポイントかなと思います。僕もさっき光軸調整したんですけど、微妙かな、どうだろう、うまく明日通るかなっていうところが、心配ですね。ギリギリ、もう少し下げた方がいいかなと思います。まあ、その辺が引っかかりやすいポイントかなと思います。あと3番目としてはステッカー類ですね。フロントのね、鉢巻き貼ってる方とか、リアガラスのハイマウントストップランプのところにステッカー貼ってる方とか、そういうのもよく引っかかりますよね。あとはバルトで引っかかるポイントってなんだろうな。まあ、あとはあれだな。最近厳しくなってきてるバケットシート。バケットシートは割と通らない人がいるんじゃないかな、最近。で、バケットシートもレールとシートと車のセットの強度証明がないといけないので、そういった強度証明が出せてもらえるというか、まあ当然、強度証明は出せてもらえるというよりは、基本的には陸運局にコピーが置いてあるはずなので、その組み合わせがないと通らないんじゃないかなっていうところもあって。で、最近通らなかった人がいて、持っていかないといけなかったなんていう人もいたので、だんだんうるさくなってきたんだねなんて。まあもちろんね、シートがポケーなんて取れちゃったら、それは問題ですから、シートもね、適当なくっつけ方ではダメですから。まあその辺は引っかかるポイントかなと思いますね。あと、この車でそんな難しいとか特にないかなと思いますけど、ステリング変えたり、シフトノブ変えたりとかして、ルートフォームマークとかシフトナンバーとかこうついてたりとか、あとはそのメーターにね、警告灯がついてないか、スパナマークは大丈夫かな、どうだろう、スパナマークは大丈夫かもしれないですけど、エンジンチェックランプはまあ間違いなく通らないですよね。あとはマフラー類でレコモンは通ると思うんですけど、200セルに変えてる人、触媒をストレートは論外ですけど、200セルに変えてる人もギリギリかもしれないので、まあ、その辺は気をつけるポイントかなと思いますね。あとね、僕ね、一回引っかかったのがあれです。光軸、やっぱり。左のライトの光軸が一回 NG になって、機械がこう出て、もう一回入って、再検査したら OK になったんですね。なので、ギリギリだったのかなっていう気はしますけど、まあ、今日はちょっと、全体的に下げたんですね、少し。最近ね、ちょっとパッシングされるなっていうこともあって、今カットライン見たらちょっと上目だったので、まあそれでパッシングをもしかしたらされたのかななんて思うんですけど、まあそういった、ところだと思います。特に問題はないと思うので、もう明日はね、スムーズに取れるといいなと願ってます。こればっかりはね、検査員にもよるし、運にもよるかもしれないので。まあ、そこで終わってから、これ、ね、点検表、ね、点検表はもう書いて、チェックしてあるんですけど、この辺は、また、後で、もし必要があれば、説明しますけど、まあ、基本的にこれは2種類かな、3種類ぐらいフォーマットあって、こういう文字だけだと、あと、絵付きのものもあって、まあ、そういうもので、こう、チェックしていくと、所有者は、検査する。権利があるんですね。なので、それを持って明日行くと、別になくてもいいんですよ。なくてもいいんですけど、ないと車検所に検査云々っていう文字が入っちゃうので、僕はこれを持っていくという感じです。まあ皆さんもね、車検大変でしょうけど、車検はね2年一度ほんとめんどくさいほんとめんどくさいってみんな絶対思ってると思うんですけど、まあ健康診断だと思って、それで僕の場合は行くしかないかなと思ってますけど、それでは今日もご覧いただきありがとうございました。またご覧ください。バイバイ。
ね。